長衛門は江戸時代の漂流民である。確実な記録に残っている中では、最初に小笠原諸島に上陸した日本人の一人である。なお、本校の日付は内を除き、すべて旧暦で記している。小笠原諸島母島漢文9年11月15日、長衛門ら7人を乗せた船は、木国宮崎を出版し、江戸に向かった。この船は、 阿波国海府軍朝川浦の選手関西門の船であった。乗組員は7人で、選手の関西門自身が先導を務め、紀の国藤城出身の長衛門は、積み荷のみかんの荷主としてこの船に乗っていた。船は、順調に航海を続け、潮の岬を回って、島国安城浦に到着した。ここでしばらく日和待ちをした後に出版したが、 翌漢文10年1月6日朝に、州な灘で遭難した。船は1月中は、南東の方角に流されたが、その後は、北東の風に吹かれて南西へと流された。その間、一行は10日ほどで持っていた米を食べ尽くし、積み荷のみかんや釣った魚を食べて、上をしのいだ。2月20日頃、一行は、名も知らぬ島に流れ着き、天馬船で上陸を試みた。 島は、無人島で、一行は水場にたどり着いて、水を飲み、全員その場で眠ってしまうのだが、翌朝目覚めると先導の関西門は眠ったまま、息を引き取っており、一行は6人となった。残された6人は、海亀や鳥を牛鬼に,にして、食べたり、天馬船で島を一周して、島の様子を確認すると同時に、破損した船の廃材を使って新たな船を作ることを、 試みた。なお、島を一周する途中で6人は別の和船の残骸を拾っており、これを新たな船の船底に流用した。こうして6人は、およそ50日かけて、4端歩の船を作り上げることに成功した。船が完成すると、6人は干した魚や海亀の肉を、タワラに詰めて、食料の準備をし、とある朝、北西に見える島に向かって出版。 その日の夜に到着した。6人は、父島に6日ほど泊まった後、早を受けて出版すると、翌朝にまた別の島に着いた。この島では2日ほど滞在した後、6人は北西に向かって出版し、8日後に、八丈島に無事到着することができた。上陸した6人は島民に話を聞くと、この日は4月25日であると判明した。その後、 六人は八丈島を5月5日に出版し、5月7日の昼に伊豆国下殿に到着した。六人はすぐに下田部行書に漂流の天末を届け出た。この漂流事件は当時の江戸でも話題となり、五年後の遠方三年四月に幕府はこの無人島に調査船布告ことぶき丸を派遣した。島谷一左衛門を先導とした三十二人の 調査団は4月5日に下田を出版し八丈島を経由して4月29日に父島に到着した。調査団は5月1日から6月6日までの36日間に渡って父島、母島などで地図の作成や井度の測定などを行い父島に誇らを立てた。これら一連の作業は小笠原諸島に対する日本の先々権を訴えるに、 当たって、国際的に有効であり、後に、小笠原諸島の領有権が日英米で争われた。際、この時の幕府による調査が、小笠原諸島が、日本領である根拠として挙げられた。ありがとうございます。